海道。その山の中に人知れず流れる幻の川があります。動物カメラマン日枝和俊さんはこの時すでに20年にわたってこの川を撮影し続けてきました。そこには川に命を育まれた生き物たちの姿があったのです。手つかずの自然が残るこの川には初夏の訪れとともに毎年2つの大群がやってきます。この大群とそれを取り巻く動物たちの姿を日枝さんとともに見つめてみましょう。夜、川の下流に地元の人々が集まって何か取っています。それはキュウリウオ。キュウリの匂いがすることからその名がついたと言われています。塩焼きや干物にするととても美味しいんだとか。小さなエビなどを食べるためキュウリウオは鋭い歯を持っています。スタッフが指を入れてみました。日枝さんも網ですくってみると、なんと一度に4匹も取れているではありませんか。一体川の中はどうなっているのでしょうか。カメラを沈めてみると、凄まじい数のキュウリウオがひしめき合っていました。体長は20センチほど。普段は沿岸で生活し、5月ぐらいになると産卵のため海から川へと登っていきます。よく見るとヤマメが1匹大群に取り囲まれています。おいおい、これは一体何の騒ぎだ。ヤマメの目つきは怒っているように見えなくもありませんね。でもお構いなしのキュウリウオ。一匹のメスが卵を産むと同時に数匹のオスがそこへ群がり精子をかけていきます。これだけの大群がひっきりなしに産卵を続けるので、そのうち川底の様子は変わっていきます。水中を舞う小さな粒はすべてキュウリウオの卵。彼らが通り過ぎた後は雪が積もったように白い卵が敷き詰められています。その同じ頃、川の流れが一段と激しい場所では必死に上流を目指す別の魚の姿がありました。流れに逆らいながら進む魚たち。彼らは数匹ずつの群れになり急流を進んでいきます。キュウリウオよりも一回り大きい、体長30センチほど。水の抵抗を減らすため一列に連なりながら急流を縫うように登っていきます。彼らの正体はウグイ。上流に向かうにつれて次第に一塊になっていきます。産卵場所にたどり着くまでに一丸となって越えなくてはならない難関が待っているからです。それは滝。上流にある流れの緩やかな産卵場所へと行くにはどうしてもこの激流を登り切らなければなりません。精子を分ける滝壺の中にカメラを沈めてみると、ウグイたちであふれ返っています。
流れが少しだけ緩やかな川の端の方では大渋滞が起きています。ここから抜け出せる一番のルートを争うようにして探すと、水面から体を乗り出し突き進む必死な姿がありました。強い者だけが子孫を残すことができるということを悟っているかのような力強い泳ぎです。滝のすぐ上流ではキタキツネが待ち構えていました。彼は滝の端に座り込み、ウグイのある行動をずっと待ち続けています。するとジャンプし損ねて岩場に上がったウグイが一匹。キツネはこれを待っていたのです。そこへ飛んで火にいる夏の虫、先に捕まえたウグイを放し、新しい方を加え直します。しかし放した方のウグイが跳ねるとそちらをがぶり、習性として動くものが気になってしまうキツネ。まるでイソップ童話にありそうな場面です。激しい道のりの先にある産卵場所、そこには穏やかな時間が流れています。楽園にたどり着いたウグイの数はとても数えきれるものではありません。彼らはキュウリュウオと同じように一匹のメスを数匹のオスが追いかけます。産卵時期になると現れる赤い縞模様をお腹にあしらいながら、メスが卵を産み落とすとオスが精子をかけていくのです。こうした共同作業でウグイはこの川に子孫を残していきます。これは以前に日枝さんが撮影したウグイを捕るキタキツネの映像です。キタキツネにとってはウグイは貴重なタンパク源なのです。それから4年、日枝さんはあの時と同じ場所にカメラを構え、何日もキツネを待ち続けました。するとなんとあの時のキツネが現れたのです。4年ぶりの再会です。しかし野生のキタキツネの寿命は4年から6年とも言われています。足取りからもかなり年老いた感じが見て取れます。かつてのような俊敏な動きは彼にはもうありません。目の前にたくさんのウグイがいるのに、なかなか捕まえることができないでいます。やっと一匹捕まえてもすぐに取り逃がしてしまいます。ようやく産卵後の疲れたウグイを捕まえることができました。大物です。ウグイの息の根を止めるため何度も頭に噛みつきます。その時敵の気配を感じたのか、せっかく捕まえた獲物を置いて逃げ去ってしまいました。
河原で跳ねるうぐい。そこへトビがやってきました。うぐいの群れの真上に止まると川の様子を睨んでいます。すると川の中で驚くべきことが起こったのです。なんとトビの射程圏に入ってしまったことを察知したウグイたちが、それを避けるように群れを二つに分けたのです。しかしトビの目的はキツネが残したウグイでした。こうして一つの命も無駄になることなく、命の営みは保たれていくのです。産み落とされたウグイの卵は新鮮な川の水にさらされながら育っていきます。まさに川が命を育んでいるのです。生き物の営みを見て、その生き物を支えている仕組みが自然の中に備わっているわけですね。その仕組みに気がつくことだと思うんですよね。命を育む川。しかしその仕組みは本来どこの川にもあったものなのです。